はい、前回、殺されてしまった理想探偵なんですけど、これ見るとさ、事件の解決数1098件って書いてるんだけど、これ他の探偵と比べると、マジでズバ抜けてるんですよ。今この場にいる探偵たち、その下4位の外道探偵が204件、5位家族探偵が203件、7位魔界探偵92件、美食、78件、社畜67件、飛躍はなんか14位の前に123件と結構高いんだけど、あとはね、3桁いってるやつなんてほとんどいない中、老子探偵はね、ベテランだから419件と、理想探偵ほどではないにせよ、かなりの数ではあるけれども、もうこれ見るとね、もう、割とこの人のワンマン組織なんじゃないかというぐらいにズバ抜けてるわけですよ。でね、この場にいるメンバーだと、序列が一番高いのはもう理想探偵がいなくなっちゃったので、こいつなんですよね、4位なんで。で、その次は家族探偵ですけれども。で、5、6時点。序列についてなんかなかったっけ？あったあった、これだ。これ多分、作中でなんかその話触れたかもしれないけど、探偵同士で意見が衝突して議論が平行線となった際には、明確な物証がない限りは、序列が上の者の意見を優先しなければならないとあるので、こうなるとね、もう、なんかあった場合は、外道探偵の、意見を優先しなければいけないルールになっちゃってるわけですよ。大丈夫か、こいつら。続きやっていきましょう。飛躍探偵と共に食堂へと入って食事の準備を始めた。食堂に残っていたスープを温め直し、バゲットをオーブンで軽く焼き、サラダを人数分に取り分ける。それからみんなで食卓を囲むと、渋谷探偵の発案によりみんなでいただきますをした。ああ、無能先輩の敬語、うちも気になってたんだよね。食事を始めると、先に話題に上がったのは、僕の敬語のこと。渋谷探偵が自分の爪にマニキュアを塗りながら語る。年齢的には上なんだし、うちにも敬語やめてね。なんかゾワゾワしちゃうし、うちは使わないから。てか、こいつ寝る前なのにマニキュア塗ってんのか。でも探偵としてはみんなの方がキャリアが上だし、探偵同盟という組織の中では一番の新米だし。小さいこと気にすんなって。俺なんて厨房なのに、老師のおやすさんにもタメ口聞いてたぜ。それはなんかもうおじいちゃんだからじゃない？あんたは使わないんじゃなくて使えないんでしょうが。まったく、この文明未開拓ガール。文明未開拓ガール文明未開拓ガール、なんだか知らねえけど、かっこいいな。気に入った。ああいうふうに書くとなんかかっこよく見える。俺はこれか読らめねえけど、あれじ文ゃ。明未開拓ガールの大和探偵様を名乗るぜ。いや、そんな暴走族のチーム名みたいなものじゃないから。我は言葉などいかようでも構わん。重要なのは言葉ではなく、相手に対する敬意があるかどうかだ。無能殿からは我々への、いや、すべての探偵へのリスペクトを感じる。言葉遣いなど気にしないのである。僕も大切なのは気持ちだと思うんだ。僕らは年も近いし、お互いにタメ口で話そうよ。無能君もそっちの方が楽でしょ。それはそうだけど。僕が口が思った瞬間、隣の渋谷探偵が僕の肩に腕を回してきた。決まり。次に敬語を使ったら、ヤマトちゃんのパンチを1回受けること。なんだその罰ゲーム。いちいち罰ゲームが重くない？そこまでの重責を負うことでもないでしょ。平気平気、飛脚ちゃんも一緒に付き合ってくれるから。本当。僕もどうして？だって君もたまに敬語になるじゃん。人の振り見て我が振りメンバーってやつだよ。別我がに振りメンバー？敬語で喋んなきゃいいだけじゃん。安心しな、
一発で楽にしてやるよ。いや、それは問題あるぞ。実質一発アウトだ。飛躍探偵、いや飛躍君の後悔の叫びが洋館内に響き渡った。無能殿、食事が全然進んでいない様子だが平気か？隣の席の武装さんが心配そうに僕の顔を覗き込む。先ほどから全然食事に手をつけていないことに気づかれていたようだ。大丈夫だよ、ありがとう。食べないといけないって分かってはいるんだけど、体が全然受け付けてくれなくてね。それよりもこいつは食事してんのか。あのような事件の後なのだ、無理もあるまい。あの隙間動くんだな。自らの兜に触れる武装さん、こめかみに位置するその場所にはうっすらと引っかき傷のようなものが残っている。それって例の黒い何かにやられた傷？ああ、この鎧さえ着ていれば深くは取らぬと油断していたな。手痛い一撃を受け意識を失ってしまった。父の開発した鎧を過信していたのだ。ああ、父の。我は不衛不動の境地にいたり、この身を完璧な鎧とすべく生きてきた。あまりにも許されざる失態だ。何でできてんのそれ、材質は。語りながら武装さんの拳が固く、握りしめられる。まるで悔しさを噛み殺して苦悶の声のごとく、鋼に包まれた指がギチギチとなった。次に対峙する際は我は必ずあの奇妙なカラクリメカを粉砕してみせよう。我が命と誇り、そして磨き上げてきたこの鎧にかけてな。いや、あれ人外すぎるから無理だろ。平気そうに見えたけど、武装さんもまだ事件のことを引きずっていたんだね。少しホッとしたよ。ホームズさんの死から立ち直れずにいるのが僕だけじゃないと分かって。いや、みんな動揺しまくってるでしょ。家族探偵なんて動揺しまくってたし。お主や我だけではないさ。武装さんが、他の探偵たちへと視線を促しつつ語る。みんな態度には出さないだけで、多かれ少なかれショックを受けているはず。明日以降のために無理やり口へ詰め込んでいるのだろう。食べられぬからといって自分を責めてはいけないぞ、無能殿。人死にになれぬ身で親しいものを失えばショックを受けて当然なのだ。そうだね。気持ちを切り替えるべく意識的に明るく話しているんだ。防ぐことのできなかった悲劇に心が負けないようにな。さっき言われたことだな、それ。悲劇を日常と思う者に探偵を名乗る資格はない。悲劇を勇気を持って覆せるような強い心を持った者こそが探偵なんだ。ゲド探偵に聞かせてやれよそれ。だからワト君、君も強くあれ。どんな悲劇にも負けない本物の探偵になるんだ。つい数時間前にホームズさんから言われた言葉を思い出す。彼女は僕にとても期待してくれていたのに、結局何のお返しもできないまま永遠の別れとなってしまった。今の僕にできることは、食事が喉を通らないなんて言っている場合じゃない。テーブルに置かれたままだったスプーンを手に取り、僕はスープを一口すすった。美味しいはず、香りもする、なのに味がしない。無機質な味わいに思わず吐き出しそうになった。まるで体が拒絶してるみたいだ。無理やり飲み込もうと全身をこわばらせる。無能殿、苦しそうだが平気か？無理はしない方が。まあ、味がしないんだったら別に気持ち悪くはないな。へっく、強くなるためにもちゃんと食べなきゃいけないから。食いながら喋るな。もう一度スプーンで味のしない液体をする。さらにバゲットを口に詰め込み、消しゴムでも食べているみたいな無味乾燥な味わいに耐えつつ無理やり飲み込んでいく。生き残った僕にできるのはホームズさんが残してくれた言葉に従うこと、ただそれだけだ。ホームズさん、
見ていてください。自然と涙が溢れてきた。食事が辛いからか、体の拒絶反応か、それ以外の理由か自分でもわからないけれど、その涙も拭かないまま食べる、食べ続ける。あなたの敵は必ず取ります。取ってみせますから。ごちそうさまでした。敵っつっても相手は人外だぜ。あんな倒せねえだろ。だいたい推理とか意味ねえし、あんなやつ。一心不乱に、埋めません。ようやく食べ終わると、なぜか周囲のみんなが目を丸くしていた。引いてんじゃん。みんなどうかした？どうしたって、ボロ泣きしながら黙々と食事してたらそりゃ気になるっしょ。あんたマジで平気かよ。辛いことがあるなら何でも俺に言えよな。言っても解決しないけどね、きっと。無能殿、我らはいつでもお主の力になるのである。心配かけてごめんね。いけない、ちょっと思い詰めていたせいで周りが見えなくなっていた。熱くなりすぎるのは僕の、悪癖だっけ、悪癖の一つだ。深く息を吐き出して自分自身だけ聞こえるように小さく、でもはっきりと言葉にする。ホームズ曰く、仕事こそが悲しみを癒す最高の解毒薬だ。八つ崎港事件の解決に全力で取り組もう。それからは穏やかに食事の時間が過ぎて、気づけば時刻は0時過ぎ。食器を片付け始める頃には最初は少し重苦しく感じた空気もだいぶ和んでいた。ヤマトちゃんと無能先輩はさ、なんで探偵になったわけ？あ？唐突だな。話に夢中になりすぎて皿を落とすなよ。意外なほど優しい手つきで、濡れた皿を拭きながらヤマトさんが言った。渋谷さんスポンジで、皿をすりつつ鼻を鳴らす。うちはコミュ力特化の探偵、渋谷探偵ちゃんだよ。どっかのバカ鎧みたいに皿を割っちゃったりしないって。割ったんか。本当にすまなかったのである。割ったんだな。料理では手助けできなかったから、せめて皿洗いは手伝いたく。分かった、暑苦しい。大声出すなバカ鎧。あんたはそっちでおとなしくテーブル拭いときな。合点承知である。破片の掃除を任せてしまって誠申し訳ない、無能殿。深夜0時過ぎにでかい声を出すな。気にしないでよ、掃除は得意だからね。というかバイト先の探偵事務所のメインタスクだ。僕がいないとすぐに埃と、酒瓶で埋まるからな、あの事務所。この島にいる間に群青寺先生が掃除してくれていることを祈りながら、僕は、ほうきとちりとりで、床の掃除を続けた。とか群青寺先生って結局まだ作詞で出てきてないけど、実は黒幕だったりしない？話は戻るけどさ、なんで二人は探偵になったの？皿を洗ってる間暇だし教えてよ。俺は大した理由じゃねえよ。生まれて初めて自分より強い人に出会って、その人が探偵だったから探偵になった、それだけだ。ヤマトさんより強い人、どんな男性なんですか？いやそりゃいるだろ、そんなやつぐらい。バーカ、女だよ女。でもその人の拳はどんなヤンキーよりもヤーさんよりも半端なくてよ。パンチ一発で惚れちまったのさ。桐生一馬みたいなやつかな。それ以来その人を超えて地上最強の探偵になるべく努力を続けているってわけだ。地上最強って、いや目指す方向性ずれてない？地下の闘技場で戦う系の探偵になっちゃわないでよ。んで無能先輩は探偵への憧れは人一倍強そうだけど、何かルーツでもあるの？話すと長くなるし、なんか話重くなると思うよ。僕は
うん。昔、友達が目の前で殺されたことがあってね。誰かを守れるような探偵になろうと思って頑張ってきたんだ。そうだったんだ。ごめんね、軽いノリで聞いちゃって。ほら、空気悪くなっちゃった。あ、いや、こっちこそ急に重い話でごめん。してみたんだ。ここから強くなるためにね。なれるんだろうか。そう思えるだけで十分強いと思うけどね。ああ、こっちの話気にしないで。おいおい、俺らばっかり話をさせてずりーぞ。お前のルーツも話せよ、渋谷。ああ、そうです。はい、皿洗い終了。お話の続きはまた次回ってことで。意外と深いルーツがあったりしてね。おい、逃げんなこら。それじゃあ明日の朝は7時に食堂で集合しましょう。魔界殿が振る舞ってくれるというイギリス料理、楽しみなのである。イギリス料理ね、あんまりピンとこないな。でもイギリス料理ってなんだろうね。フィッシュ&チップスしか思い浮かばないんだけど。ああ。うなぎのゼリー寄せとか有名だよ。あまり女性が好む見た目じゃないけど。うなぎはなんか割とそのまま食いたい。まあそのまんまっつってもあれだけど。ゼリー寄せね。一般でなんか市販されてる、なんか うな丼に使えるやつとか、あんな感じので食いたいけどね。へえ、島から帰ったら調べてみようっと。さすがに眠いな。島から帰れんのかね。俺は寝る前に上でシャワーを浴びてくることにするぜ。また明日な。あ、待って、ヤマトちゃん、うちも行くから二人で入ろう。さっき見てきたけど二人でも余裕な広さだしさ。まあ順番待ちってのも面倒だしな。別に構わないぜ。そういえば美食さんと相部屋らしいけど、もともと知り合いだったわけ？おう、姉さんには昔から世話になっててな。大和探偵と渋谷探偵は2人並んで2階へと続く階段を登っていった。おっと、食堂に忘れ物をしてしまったようだ。取りに行ってくるから2人は自分の部屋に戻っていてくれ。それなんか大事なものだったりしない？忘れ物っていうか、なんか荷物あったお前。君なら大丈夫だとは思うけど、単独行動だから一応気をつけてね。もし何かあれば探偵デバイスに連絡をください。それは我のセリフである。お主らのピンチにはいつでも駆けつけるから必ず呼ぶのだぞ。なんか武装探偵もさ、ワンチャンバカのふりしてなんかいろいろやってる説あったりしないか。それではまた明朝に食堂で。うん、おやすみ武装さん。じゃあ僕は2階の部屋だから、僕もここで。飛躍くん、今日は本当にいろいろとありがとう。こちらこそだよ、明日からもよろしく。ん？あれ、ムノー君、目が赤いよ。大丈夫？ああ、ギアスに目覚めたんだよ。どうしたんだろう。探偵デバイスの画面に顔を映してみたけど、全然わからない。充血でもしたのだろうか。きっと疲れてるんだね。今日はもうゆっくり眠るといいよ。うん、そうするよ。おやすみ、飛脚くん。おやすみ、また明日。飛躍くんと別れてホームズさんが泊まるはずだったという1階の客室へと向かった。これ夜が明けてさ、一人死んでたとか一人いなくなったとかそういうことないよね。エントランスホール出て廊下を抜けると、僕が眠る予定の客室を含む3つの扉の並びが見えてきた。一人になった途端、なんだか一気に眠たくなってきたな。きっと緊張緩んだ反動だ。ベッドに倒れ込んだらそのまますぐに、寝つく自信がある。
ホームズさんの使うはずだった部屋を借りれるのは心苦しいけど、ありがたく使わせてもらおう。眠気に負けそうになるのをこらえつつ扉を開いた。いや、ずいぶんと長く話し込んでいたね、ワタ君。は？おい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 。そしてありえない声を耳にした。洋風の客室に置かれた大きなベッド、そのベッドに腰掛けて彼女は微笑みをたたえていた。はい？いや、ずいぶんと長く話し込んでいたね、ワト君。で、出たー。他の探偵たちと打ち解けたようで安心したよ。純能力の高さは幼い頃から変わらないな。ちょっと待って、説明しろ、ちゃんと。サイコちゃん。いや、ありえない。彼女確かに僕の目の前で死んだはず。血に濡れて手足を裂かれて絶望的な前の、残死を遂げたんだ。まるで死人と出くわしたような顔をしてどうしたんだ。まあ実際私は死人なのだから間違っていないのだが。死人であることは認めるんだな。いやなんだその悪魔の笑いは。ラスボス感あるぞ。大丈夫か、ちゃんと説明しろよ。ベッドに座っていた彼女の体がふわりと宙に浮いた。さらに彼女の体はうっすらと透けていて、背後の壁が見えている。なんだこれ、どういうことだ。眠気なんて一瞬で吹き飛んでしまった。それなのに自分が夢の中にいるみたいだ。いや、実際にもう僕は夢の中にいるんじゃないだろうか。きっとそうだ。うん、そうに決まっている。ほっぺたをつねってみよう。ダメだ、力がうまく入らなくて痛くない。よし、こうなったら全力で。痛い。夢じゃない。まさかそんな。取り殺されんのか。おいおい、いきなり自傷行為に走ってどうしたんだ。それほどまでに私が姿を見せない間寂しかったのか。いや、その姿をまず説明しなさい。頭でも撫でてやりたいところだが、今の私の手では君の体をすり抜けてしまうらしい。ワト君どうだ。私の手が頭をすり抜けている今、何かを感じるか。いや、その…うむ、その反応、何も感じてはいないらしいの。背後から急に触って驚かすなどのいたずらをできないとは、残念だよ。趣味が悪いな。霊体というのも不便なものだな、ワト君。霊体ってことを断言しちゃったな。いや?ん？蛇がでかい。おっと、みんな来るだろう。ついに我慢できず悲鳴を上げてしまった。あ、武装か。近くからドスドスと騒がしい足音が近づいてきたかと思うと、来た。どうしたのだ無能殿。この武装探偵がお主を守りに参ったぞ。そんな格好でよく高速で動けるな。武装さんが勢いよく部屋の扉を開けた。友人の姿を見て緊張は緩んで、僕はその場にへたれ込んでしまう。武装さん、あれ、ホームズさんか。こいつに見えないとかそんなオチか。ホームズ殿がどこにいるというのだ。見えませんか。あなたのすぐ隣、僕の前に。ホームズさんが武装探偵の真ん中に立って手をひらひらと揺らしてみせるが反応はない。これはどういうことだろう。みんなして僕を騙すつもりなのか。そうなのか。無能の兄さん、無事か。これ以上大切な仲間を傷つけられてたまるものか。我が聖剣の錆となれ、悪しき者よ。聖剣なんか持ってんのかお前。てか魔界探偵だったらなんか見えてんじゃねえの。霊感とか強そうだし。続々と探偵たちが集まってきたものの、誰一人ホームズさんの姿に気づく人はいない。なんだ、見えてないのか。僕は次第に自分の置かれた状況を理解してきた。幻覚？では先ほどの悲鳴はただの勘違いなのか。勘違いでした、自分でもバカなことだって思うんだけど、僕にはホームズさんの姿が見えているんだよ。すいません、へへん。
武装さんの隣にいるんだけど見えない。まさか見えてたりしないよね。我の隣に我の声が届いているか。ホームズ殿、話したいことが山ほどあるのである。姿を見せてくれ。ああ、届いているよ。最後までゆっくり話せなくてすまない。困ったように苦笑しながら武装さんに謝罪するホームズさん。その様子はどこからどう見ても本人だけど、きっと彼女への罪悪感が生み出した幻に、幻覚に違いない。そうに決まっている。自分の生み出した幻覚の精度の高さが恐ろしい。まさかここまで自分が精神的に追い込まれているなんて。お騒がせしてしまってごめんなさい。すみませんでした。まあ無事ならよかったぜ。ただ気はしっかり持てよ。俺も山でよく経験したんだけどよ、精神的に参ってる時は何でもないものが恐ろしく見えちまうもんなんだ。幽霊の正体見たり、カレおばさんってな。カレおばさん、ありがとう大和さん。でも最後のはきっとカレおばなだと思う。妙齢の女性に怒られそうな間違い方でそわそわする。幽霊よりよっぽど恐ろしい。本当に幻覚なのか、無能探偵。お前見えてないのかよ。お前見えてなきゃいけないキャラでしょ。はい、多分、うん、あれ、なんか気づいた。察した。こいつ魔界さんが怪しむように僕をじろいと睨みつける。どうやら疑われてるみたいだ。いきなり先に人を集めてしまったくせに幻覚を見たとか言い出すのだから当然の反応だ。自分でも怪しすぎる発言だと思うし気をつけないと。今回みたいなことが続けばすぐに信頼を失ってしまう。何か勘違いしているようだから言っておくが、私は幻覚などではないぞ。きっちり説明しなさいよ。じゃあ、背後からニュットホームズさんの顔が飛び出してきた。内心びっくりしつつも表情には出さず、自分へ言い聞かせるようにそっとつぶやく。僕の心を読むなんてやっぱり幻覚だ。もう惑わされないぞ。全部表情に出ているじゃないか。心など読まずとも簡単に言い当てられる。まあどうやら本当に心を読むことも可能なようだが。プライバシーの侵害ですよそれ。疑わしいというなら君がまだ知らないはずの上の部屋の宿泊者も言い当ててみせようか。先ほど壁をすり抜けて確認してみたのだが、隣が武装君で上が大和君と美食君ペアの部屋だよ。本人に確かめてみるといい。幻覚に翻弄されてるみたいで嫌だけど確かめるのはただだ。どうせ間違っている。今ここで聞いてすっきりしておこう。あの大和さん、武装さん、二人が宿泊する部屋ってどこですか？唐突だな。ちょうど真上の部屋だけど、それがどうかしたか？当たってる。我はお主の隣だぞ。二人とも当たってるね。もし誠に恐ろしいものと遭遇したとしても、今回のようにすぐさま駆けつけてみせるから、安心してほしいのである。そうですか。信用したかな？まあちゃんと説明してね。先生のままのいたずらっぽい意味で僕に問いかけるホームズさん。表情も声もつい先ほどまで実際見ていたままで頭が痛くなる。これは幻覚だ、幻聴なんだ。本物ホームズさんなわけじゃない。だって彼女は死んだのだから。僕の目の前で無残に殺されたのだから。大丈夫か無能の兄さん。顔色が悪すぎてナスビみたいだぜ。どんな顔だよ。ごめん、やっぱり僕疲れてるみたいだ。もうおとなしく寝ることにするよ。はい、じゃあ出てってくださいね。うん、それがいいのである。大きな事件の後は疲れが一気に来るものだしな。武装探偵の言う通りだ無能探偵。今のお前は心に余裕がなさすぎる。もし耐えきれなくなった時は私に全てを話すといい。私ならばお前の不安も少しは取り除けよう。カウンセリングとかもできちゃうこの人。もしかして無能君は無事ですか？ああ来たのねこいつらも。無能先輩の手足まだ繋がってる？
雰囲気で生きてることが分かってるからってさすがに不謹慎すぎるよ。もう庶民の分際で私を心配させるなんて許されませんわよ。あ、なんか続々と来るな、みんな。続々と集まってきた探偵たちに事情説明と平謝り続けること十数分、なんとか事態を収束して僕は再び部屋に一人きりとなった。でも、二人きりですね。彼女はまだ目の前にいる。先ほど武装さんと山田さんの部屋を言い当てたこともあってますます本物に思えてきた。本当にホームズさんが生きていてくれたなら、サイカちゃんに謝ることができたのならどれだけ嬉しいことか。どれだけ嬉しいことか。読まれてますね。嬉しいことを言ってくれるな。そうやってまた心を読む。やっぱりあなたは剣客ですね。心を読むのはやめてもらえますか。早合点するんじゃない。私自身もまだ状況を理解しきれていないが、今の君と私は相当に特殊な状態なようだ。いきなり登場して驚かせてしまったことは謝るよ。ちゃんと一から説明する。はい、お願いします。そんな僕にホームズさんは何でもないことのように平然と説明を続けていく。結論から言ってしまうと、おそらく私はサイカ・シェリンフォード・ホームズの残留思念だ。はあ。噛み砕いて言うなら幽霊ということになるかな。じゃあ未練があるのか、死んだことについて。幽霊、そんなもの本当に存在するんですか。それは分からない。探偵の経験は豊富な私も幽霊歴は2時間弱だ。新人だね。私にも分からないことばかりだから質問攻めは勘弁してくれ。ただそれ以外に説明ができないから残留思念という言葉を使わせてもらったというだけだよ。あ、ということは新人探偵と新人幽霊という新人タッグの出来上がりか。いいコンビじゃん。遠すぎませんか。説明できないから仮説で物事を考えるだなんて。君は探偵小説を愛読しているだろ。ホームズのこんな言葉を知っているかな。ありえないことを全部排除してしまえば、後に残ったものがどんなにありそうもないことであっても真実に他ならない。つまり目の前の現実をもとに可能性を一つ一つ潰していき、最後に残った可能性は事実なんだよ。たとえどんなに非現実に思える可能性であってもね。確か今のシャーロック・ホームズシリーズの第2作、4つの署名で一見侵入不可能な現場に困惑するワトソンに対してホームズが呆れ気味に言ったセリフだ。その後ワトソンは自分の頭から抜け落ちていた可能性、犯人が部屋を介さずに天井裏から外部へと脱出したという事実に思い至る。常識では思いつかないような推理を次々と披露するホームズらしいセリフだと思う。確かにホームズは一見ありえないような真実も推理していきますけど、それと今の状況に何の関係が。シャーロック・ホームズだって別に何の根拠もなく推理しているわけじゃない。目の前で起きた現実、結果から導き出せる過程について仮説を立てているんだ。このアブダクションとも呼ばれる思考法を私は同じホームズの名を背負うものとして実践している。仮説推理。はあ。だけど幽霊だなんてそんな。それでも今目の前で起きたことこそが真実なんだよ。真実から目を背けず、まずは受け入れなければ何も話は前に進まない。私も幽霊や霊魂などは信じない口だったのだが、今の自分の状況を考える限り自分が残留思念あるいは霊の類だと仮定しなければ説明できないからな。少しは私の飛躍した推理について納得してもらえたかな。まあ少なくとも味方であるならいいよ。何でも反論できない。ホームズさんを納得させられるような可能性を提示できない。確かにもし僕の幻覚でないとするならば、今の状況をホームズさんが口にした可能性以外に説明がつかないだろう。まずは受け入れるしかないのか。ホームズさんの霊が目の前に現れたというこの現実を。
真面目だな、ワト君は。頭を抱え込んだ僕の様子を見てホームズさんが声を出して笑った。まあ、いきなり死んだはずの女が出てきたら驚いて当然だ。ただ一つ言わせてもらうと、君の目には冷静に見えているだろうが、こう見えて私だって今の状況には少しばかり困惑しているんだぞ。そうなんですか。はためには生前にも増して生き生きしているように見える。だからこそ彼女の言葉が怪しく思えるわけで死んでるのに生き生きしてるっておかしいけどな。当たり前さ。ふと気づけば私はワト君の頭上でふわふわと浮いていてな。地に足はつかず、何にも触れられず、誰も自分に気づく様子がない。その上、鎖で結びつけられたみたいにワト君の周囲から離れることができない。なんかもうデスノートの死神みたいな感じになってない？そんな状態に陥って冷静でいられると思うか？絶対にいられません。きっと僕なら手当たり次第みんなに声をかけて一人混乱するばかりで何も考えられずにいたと思います。でもなんで急に姿見えるようになったの？死んだ直後なんて姿見えてなかったよね。別に私もついワト君に声をかけてしまったよ。その時わずかに反応があったから、君なら姿が見えるかもしれないと思ってな。だから君が一人になるのをこそこそと待ち続けていたというわけさ。そういえばエントランスで話している時に声を聞いたような気がしたけど、本人だったんですね。驚かせてすまない。さすがの私も相当にテンパっていたんだよ。そしてみんなが話していた断片的な情報を整理していくにつれて現実を理解することができたんだ。自分が例の黒いメカに殺され、肉体を失い意識だけの状態になったという現実をな。思わず息を呑んだ。ホームズさんは僕に現実を受け入れるよう命じるだけじゃない、自分自身も死という受け入れがたい現実を受け入れている。僕と歳も変わらないというのに改めて人間としての差を痛感した。悲しくないんですか？悲しいって何がだ？だって死んじゃったんですよ。もう生き返れないんですよ。それに死んだ原因は投稿した僕らが不甲斐なかったせいなのに。あ、てか死体はどうなったんだ？なんか死体と合体すればさ、また元に戻ったりとかしないかな。そういう超展開ないか。顔を上げてくれ、マト君。ホームズさんが僕にそっと見寄る。それまでこわばっていた表情を和らげて言葉を続ける。まあ、何が起きているかはともかく、今は再会を喜ぼう。私は君の幻覚ではないし、こうして会話もできている。私たちの絆は死をもってしても分かつことはできなかったということだ。これほど嬉しいことが他にあるか？ポジティブ。そう穏やかな声で語るホームズさん、その声を確かに先ほどまで聞いていた彼女の声そのままで。何ですかこの、じゃあ、なんとかの中で無邪気さも伺えるその表情に。これまで何度となく夢に見てきたサイカちゃんの面影が重なった。ホームズさんなんですね。二人の時ぐらいサイカって呼んでやれや。だから何度もそう言っているじゃないか。私は正真正銘君の友人サイカ・シェリンフォード・ホームズ本人だよ。今更ながらホームズさんの言葉が胸を打つ。死んだと思っていた。伝えたい言葉がたくさんあった。もう二度と会えないものと思っていた。そんな相手が今目の前で笑っている。それだけで十分だ。お帰りなさい、ホームズさん。ただいま、マト君。お帰りと言っていいのかこれは。幽霊でも残留なんちゃらでも何だっていい。ホームズさんが帰ってきてくれたんだ。今はとにかく喜ぼう。大切な人とまた会えたというその真実、その事実を。あれ、おっと、気が抜けて眠たくなってきたのか？
私が君と結びついている理由についても語ろうと思ったのだが、明日にした方が良さそうだな。ただ眠るなら電気を消してベッドを移動してくれよ。何でもすり抜けてしまう私では、君をベッドに運ぶことはおろか照明を切ることもできないからな。はい、そうします。幽霊ってのは不便だね。照明のスイッチをオフにすると部屋が真っ暗となった。真っ暗の中に幽霊と二人きりってその言葉だけ切り取るとめちゃくちゃ怖いけどね。ますます眠気が押し寄せる。もう限界だ。ベッドへ倒れ込むと同時にストンとまぶたが降りた。意識も遠のいていく。遠くで声が聞こえる気がする。ここから君の運命はもっと過酷になるだろう。え、頑張れよマト君。助けてよ。ちょっとはまあろくなことできないだろうけど、どこかで誰かが何かを話している。埃っぽい暗がりの空間に男性の怒声が響いていく。何度この実験を続けるつもりだよ。この声社畜だよな。ずっと正義を信じてあんたについてきたが、もう限界だ。実験？この組織は腐りきっていながれ、何より最大の海はあんただ。なんだなんだ。土星が壁に反響し、ビリビリと震える。本気で怒っているのはこちらまで伝わってくる。彼は何に怒っているんだろう。マト君、こっちだよ。あ？後ろから手を引かれて振り返った。どうやら幼い女の子が手を引いてくれているようだけど、暗闇で顔は見えない。ただその体温に覚えがある。僕はこの子のことを知っている。どうしたの？気づかれる前に早く行こう。ごめん、聞こえてくる声が気になって。気持ちはわかるけど逃げること優先だよ。ほら急いで。子供の頃のサイコか。女の子が僕の手を引いて走り出す。もっと声を聞いていたい。声が聞こえる方に視線を向けたまま、僕は進んでいく。俺の目の前で何人死んだか分かるか。この手で何人殺したか知ってるか。前はガキどもに夢枕に立たれるんだよ。助けて助けてってな。ああ。やっぱ社畜ってなんか黒幕に近い存在なのかな。俺にはもう耐えられねえ。これ以上ガキを追い込めてんならあんたが自分でやれよ。あんたは、いや、どいつもこいつもイカれてやがる。あんたもこの組織も探偵どもも全員な。いやー、気なし臭くなってきたな、いろいろ。てか、あの機械生命体っぽいやつも探偵同盟と関わりあんじゃないのか。あ、飛ばしちゃった。冷たい空気が足元を吹き抜け、ブルリと全身が震えた。寒い、足が前に進まなくなる。いや、体が前に進むことを拒否しているのか。ひどい頭痛に襲われ、その場に膝をついた。自分の身に何が起きているのかまるでわからない。でも不思議とこれだけは、確信できる。この先には何か恐ろしいものが待ち受けていると。マト君、大丈夫？暗がりの中、女の子が僕に、尋ねかけた。顔はやはり見えない。手に伝わる体温だけが女の子が目の前にいることを証明してくれる。大丈夫、きっと私たち家に帰るよ。あ、言葉がはっきりしてないな。電波の悪いラジオみたいに急に途切れ途切れとなった。女の子の体温が手の中から消えていく。待って。女の子を追うように慌てて、通路の奥へと駆け出した。何も見えない通路に響く後出しい僕の足音。先ほどまで聞こえていた声はもう何も聞こえない。まるで世界に自分一人取り残されたような、寂寥感に襲われた。たまらず叫んでしまう。ちゃんと振り仮名打ってくれてんな。全部打ってほしいんだけど。
行かないで、僕を一人にしないで。走り続けると視界の先に光が見えてきた。その先に向かって全力でかける。するとその先には、あ、見慣れたヘントランスホールが広がっていた。見慣れたってほどずっといるわけでもないんだけどね。先ほどまで走っていたあの通路は、一緒にいた女の子はどこに、なんで洋館にいる、僕はいつの間に洋館にたどり着いたって言うんだ。頭の奥が焼けるみたいに痛い。何か恐ろしいことが起きている気がする。安心しろバタク、君は正常だ。え、どういうことですか。ホームズさんが2階から階段降りてきた。ようやく見知った人物と出会えてホッとする。ホームズさん、僕は一体。まあ落ち着け、深呼吸でもして自分の記憶をゆっくりと辿ってみるといい。ホームズさんに言われるがまま深呼吸し、自分の記憶を辿っていく。そうだ、僕は確か自室でホームズさんの霊と遭遇して、ひとしきり会話をした後眠くなって、中か。まあそうに決まってるよね。半分正解で半分不正解だ。じゃあ正解教えてください。いて、ホームさんにデコピンされ思わず悲鳴を上げた。あれ、痛いって、あれどうして夢の中なのに痛みが。私の思念は君と深く結びついているようでな。心を読むに始まり、こうして同じ夢を見ることも可能だし、夢の中なら君の意識に干渉することも可能なんだ。ちょっとプライバシーが まるでないですけど、その辺ちょっとどうにかしてくれませんか。意識に干渉？噛み砕いて言えば、触れたり痛みを与えたりすることもできるというわけだよ。お望みとあらば、その分からず屋の頭にもう一発お見舞いしてみせようか。とんでもないこと言う。わかりました。すっごくわかりました。夢の中でならお話できるってことですね。制裁と書いてお話って書いてるな。イグザクトリー。賢い頭にはデコピンではなくなでなでをしてあげよう。どういう趣味なんだこの人。そう言ってホームズさんが僕の頭をなでていく。その優しい手つきは確かに生前に関してホームズさんを思い起こさせて、こんなにも非現実的な出来事なのに、たやすく真実だと信じてしまう自分を少し情けなく思った。さてワト君、重要なのはここからだ。君は今見ているこの光景をどう思う？どう思うっつったって。どうって、僕の知る通りの洋館のエントランスホールそのままだ。夢の中と思えない再現度の高さに自分の夢ながら、感心してしまう。特に何も思いませんけど、何かあるんですか？やはりまだ見えていないか。何が。ホームズさんが僕の手を引き、玄関の扉へと向かって歩き出す。ワト君、私と思念が結びついたということは、君の脳にも強い変化が生じたということだ。具体的に言えば、生前の私が扱えた特殊な能力を君も使いこなせるということに他ならない。能力？特殊な能力？何ですかそれ。さっきから頭痛がするばかりで、体には特に変化も見られませんけど。なんだ、タブーとかコピーとかシャドウとか？それはどうかな。足元に何かを感じないかい？え？足元？言われてみると、足に何かが触れる感触がすることに気づいて、視線を下げてみた。すると、ん？何ですか？僕の足に触れていたものの正体。それは、陶器人形みたいに硬くなった渋谷探偵の腕であった。その手は真っ赤な液体でべっとりと濡れていて、触れていた箇所に赤い手形がついている。ふんと鼻をつく。
鉄臭い匂いに胃の中の内容物が逆流しかける。夢の中だと胃の中が空っぽなのか、なんとか吐かずに済んだ。あれってみんな倒れてんじゃん。文学社畜も渋谷探偵だけじゃない。僕の知る探偵たちがまるでフィギュアの、その全部ひっくり返したみたいに床で折り重なっている。飛躍君が床に、突っ伏したまま動かない。山田さんがこちらへと手を伸ばした状態で泡を吹き、白目を向いて固まっている。飛躍君、みんな慌てて駆け寄って飛躍君の脈を確認してみるものの、脈が感じられない。僕以外の声が聞こえず、呼吸音もない。誰一人として命が感じられない。あんなに無邪気に笑っていた渋谷さんの顔が今は血の涙を流したまま苦悶に歪んだ状態で固まっている。昨夜の、賑やかな記憶が脳裏によぎって涙が溢れてきた。許せない。誰がこんな残酷なことをしたって言うんだ。君にも見えてない悲劇の結末。結末。立ち尽くしていた僕にホームズさんが歩み寄り、その顔を見てやっと僕は冷静さを取り戻すことができた。焦ったりしてバカだな僕は。ホームズさん、これは夢なんですよね。僕よりずっと優秀なみんなが皆殺しに遭うなんて、そんな。繰り返しになるが、半分正解で半分不正解だ。これは夢であり夢じゃない。どういう意味ですか？はっきりと教えてください、ホームズさん。まずはちょっとあなたの特殊能力ってやつ教えてくださいよ。そっからですよ。ホームズさんの顔がこれまでで最も冷たい笑みに変わる。そしてゾッとするような冷たい声が僕の問いかけに答えた。これはこの先で起こりうる未来の悲劇。君は悲劇を予知する能力を手に入れたんだよ。ああ、そういうことね。その能力が使えるようになってさっきの光景が見えたと。で、まあその未来を変えろと、そういうことかな。よし、じゃあ2日目になったんですけど、ちょっとここで一区切りしようかな。この続きは次回やることにしていきましょう。じゃあまた次回よろしくお願いします。